てんぐ。ということで、レッツゴーピカチュウやっていきたいと思います。はい、やっていきましょうね。現在、サントアンヌ号をね、探索している途中でございますね。はい。他の部屋もね、見て回りましょうか。おっさんどうした？酔ってんのか？細い木なら、達人の秘術、キサ切りで切り倒せる。何それ？居合切りじゃなかったのかよ、もはや。居合切りはどこ行ったんだよ。居合切りを出してくれよ。おいおい、びっくりだよ、俺は。人間を乗せて、水の走るポケモン。見たことあるあるよってなんだよ。あるある探検隊かよ。何それ。まあいいや。でこっちは、トレーナーは、これトレーナーだろ絶対に。いや、むしろこれさ、あの藤田不二雄くんがいいと思うんだよね。並び替えましょう。さすがにちょっとね、レベル上げたいんでね。さあ行きましょう。俺が釣った自慢の魚を見ろ。いや、何こいつ、見ろってお前。やだわ、子供にそんな魚自慢って。お前いい年こいて何してんねんこいつ。コイキング、これオスですね。なんかね、あの調べたらね、メスのねコイキングはヒゲがね、あの白いっていう情報をね得ましたね。でこれなんですけど、まあ鶴のムチでいきましょうか。どう、あ、全然弱いな。てか節だ節よ、かわいいな。お、強っ。これいけるぞ。よーし。まあ余裕ですよ。かわいい。いいね。かわいさ抜群。え、なに？さっきより効かないぞ。なんでだ？あー、これそして HP が減ったら動き鈍くなんだね。いや、そういうところも成功にね、作れてますね。うん。オッケー。これで、多分レベル上がるでしょう、おそらく。上がらなかったら、上がりますね。14レベル。進化はあと2レベルかな、多分。わかんないけど。14ではないよね、進化。確か。毒の粉か。毒の粉はいいかな。いや、でも使えなくもないけど、どうなんだろうな。とりあえずいいかな。保留にしときましょう。はい。他は覚える？もしかして。やっぱりか。このシリーズか。なるほどね。じゃあ、とりあえず、ね、鳴き声消しときましょうか。うん。眠り粉使えるからな。眠らせるのは結構でかいぞ。よし。さあこれで OK かな。で次が、じゃあおそらく違うか。そこは違うのか。もう空っぽ、もうちょっといいポケモン捕まえてから挑めや。弱すぎんだよ。あ、なんかあるわ後ろに。何これ。元気のかけらを見つけた。あ、そういえばちょっと待って。あ、やめとくか。でも後にしようか。ここ出たらちょっとやりたいことあんだよね。でまず今度こっち。あ、ここが最後か。おっさんはトレーナーか。世界中を旅してきたが、眠ってばかなあいつを見た時は本当に呆れた。とびき大きくてまん丸なポケモンだった。なんだろうな。ゴースかな。まん丸だもんな。ゴースだろきっと。さあ右側にじゃあ行きますか。ここがおそらく最後のエリア。カエル天狗こっち。バキゲ来たな。この部屋船長室だった。船長さん秘術って技を教えてくる名人だったと。秘術になったんだ。秘伝じゃなくなったんだ、ついに。船酔いでぐったりしたけどな。船長さんに会いに行く前に、出ましたよ、強制バトル。いいです、見なくて。ったく、お前は、喋るポケモン見つけて、ヒッとか言っとけよ、まったく。ピジョン、何？まあ、でも、これはピカチュウさん、まあ、シリハートさんにお任せしましょうか。ということなんで、レベル20、まあまあ強いな。シリハート。いやー、ちょっと待って。あと HP 若干低いな。まあ、いけるでしょう。うん。よし。これは10万ボルトの方がいいのかね。よし。翼で撃つ。いや、そんな効かんでしょ。全然効かないな、むしろ。よし。じゃあ、これは、安定の。こっちの方がいいかな。まあ、電光石火持ってるからな。でも、大丈夫でしょう。ワンパンするんじゃないこれ。ワンチャン。ワンチャンワンパンするんじゃない。しないか。明日は。どうしようしようし。一体はもう EV 確定なんで、ここは問題ないとして、おー、経験値うまい。うまいぞ。お、チャラ男がレベル上がったぞ。よしよし。あ、よだれ付近もレベル上がったぞ。いいぞいいぞ。さあ、EV、これは確定だもんな。このままいけるか。いやでも EV って技ないよな。ノーマルタイプだもんな。あんまりいい技がないからな。イメージがないな。強いイメージが。バチバチにしてみるか、これは、あえて。よし。まあ、ワンパンはしないだろうけどな、多分。
いやしないわ、びっくりした、したかと思ったわ。噛みつく、まあ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 大丈夫だ、泣くな泣くな、頑張れ、よーし、いける、いけいけって、しゃあ、オッケー、余裕ですね。さあ残りラスト誰だ、うーん想像つかないな、誰だろうな、謎の草か、謎の草か、じゃあカナヘビかな、いやチャラオ、いやカナヘビでしょやっぱり、うん、まあ進化してないってことはレベル20いってないなこれ多分な、うん、19ぐらいかな、カナヘビよな、火炎車とか覚えたらな強いんだけどなかなか覚えないよなね、あ20ちょうどか、あでもレベル20になるな勝てば、こっちもこれワンパンはしないか、半分削んないのか、妖怪液まずいか、あちょっと強い、しかし大丈夫だ、うちのな、うちのカナヘビはな強いからな、よし、まあ大丈夫大丈夫、眠り粉まずい、これは厄介だぞ、眠らされた、どうしましょう、こういう時は、バックで、そうですね、いい傷薬使っていきましょうか、はい、よし、いい傷薬、いいですね。さあ眠りか、眠気覚まし使った方がいいな、素直にこれは、何脇毛も使ってくんのか、これは厄介だぞ、いやだったらもういっそのこと経験値は特にそんなに減らないんでチャラ男にして翼で打つとかの方がいいと思うんだよね、うん、だからチャラ男にしていきましょうかね、いけポリー、違うな、アニメ版のピジョンだとピシャッピシャッとーだからねめちゃくちゃうるさいっていう、よし、あいいね、やっぱこっちのがいいね、妖怪駅もそんな食らわないもんな、うん、いける、勝ったな、あ何、あまあまあまあ大丈夫大丈夫、倒せば問題ない、下がろうがな倒せば問題ない、よいしょー、オッケー、余裕ですね、よし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 、これで終わりかな、終わりですね、お、カナヘビレベル20になったぞ、なんか覚える、あ、乱れひっかきか、微妙だなお前、ひっかくよりはマシか、でもひっかくよりはマシなのか、微妙だぞ、まあでもひっかくよりマシかな、どっこいどっこいだよな正直まあいいか別に、まあ多分忘れさせるからな、炎の技なんか覚えたらね、よし、脇毛弱いな、お前はヒーって言っとけ、もうさあ弱かったぜ、何ちょっとそのお前も強くなったなみたいな表情してんだよお前、ほらほら同じこと言ってるよ、ほら同じ感じだよやっぱり、うん、ちゃんと船長さんに秘術教えてもらうんだぞ、秘術って何なんだろうな、秘術って俺が、まさか俺が覚えんのか、うわーこの見てバケツの中身、うわ臭っ、うわ臭っ、ちょっとじいさん臭いよ、うえ、船酔いですっかりダウン、苦しい、てんてんてれてんじゃないのかな、あ違う、ふうありがとう、だいぶ楽になったみたいな、なになに、君も秘術を教えなきゃな、よしよしよし、もちろん教えよう、さあ君こちらへ、どうなんの、ピカチュウが頑張る、あそうな、そうなの、人がやっぱりほら人が覚えるんじゃんほら、すごい、世界を旅したが秘術を使いたがるポケモンは初めてだ、嘘できんの、どれを切るの、このよく見ててくれよ、はい、観葉植物に罪はないのにひどいな、ひど、観葉植物に罪はないのにな、ピカチュウの毛先で細い木も切るぞ、オーケー、ついにジムか、そろそろ時間だ、もうすぐサントアンヌ号は出発するよ、おー、じゃあ帰るか、いやーピカチュウが覚えたんだ、今回でも秘伝はなくなるんだな、やっぱり秘伝って多分あんまり評判良くなかったんだろうなきっとなでも波乗りとかは使えたんだけどな、波乗り空を飛ぶは使えたんだよな、秘伝の中でも、だけどね怪力とかね、怪力はまだマシの方か、イワクザキとかねマジでやめてほしかったもんな、フラッシュとかな、フラッシュなんて本当に一枚いらなかったもんな、うん、ってことで行きましょうか、はい、おームービーだムービーだ、すげえ、ちゃんと服装も合ってんじゃん俺の今の服装と、素晴らしいな、あーかわいい、いや俺ね分かった気がするんだよ、レッツゴーピカチュウのピカチュウがなぜ可愛いのか、
多分ね、アニメのピカチュウよりも手足が短い、これだと思うんですよ。ってことで遊びましょうか。はい、今日も遊んでいきましょう。どうした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 、何何、疲れてる。あ、そっか。じゃあ、あ、秘術ってここで使えるんだ。あー、なるほどね。こういうことだったのか。どうしたどうした、あ、お腹をさすってあげましょう。かわいいかわいい。あ、ダメなの、あそこダメなの。じゃあ頭にしてあげましょう。ほい、ほらほらほら、かわいい。尻尾もね、ほらほら、尻尾もあげるよ。ほらほら、尻尾も。あー、かわいいね。顔も、顔もでもいいんだ。これ手足が短いから絶対かわいいんだよ。ほら見て、この手、この手、これ絶対かわいいよな。なんかさ、マンチカンとかいるじゃん、猫の。ああいうノリじゃない、だからかわいいんだよな。猫だよな、どっちかさ、ピカチュウって。だからかわいいかわいい、うる、かわいい。でもあんまりやってるともう時間がね、もったいないんでやめときますけど。ほら、足とか触っちゃう、うーかわいい、うーかわいい。もうやめときましょう。さてと、じゃあ、あれ、こんな人いたっけ、いな、あ、こいつ違うよ、こいつあれじゃね、サンムーンの試練のあれだよ、最後の試練の人だっけ、違ったっけ。いや、サンムーンの人かとかしら、やっぱそうだよね。海を夢中でスケッチしてたら船が出航しちゃったですよね。それはやばいね、うん、大変大変にしとこうか。そうだね、祭りかしばらくここに行くことにします。関東の海の色気に入ったんですよ。関東って綺麗なんだな、あんまり綺麗なイメージないけどなね。じゃあ行きましょうか。あ、そんなところから声かけなくてよくない、別に。もうちょっとさ、ね、いやいやいや、いいよそんなところからさ声かけなくて、別に後からでいいじゃないか、うん。で、そうだそうだ、あのワンリキ、あ、ちょっと待って、違うな、このゼニガメ捕まえようか。ってことで、ちょっとポケモン一体捕まえてきましょうか。あとここの入り口のね、モンボもね、捕まえてなんか、捕まえてないっていうか、拾ってなかったので、さあいっぱい捕まえてきましょう。よし。おー、ちょっと待て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 、ちょっと待て、今の、え、嘘だろ、え、ちょ、待て待て待て、これはちょっと待って、今なんか、え、ラッキー出なかった今、嘘だろ、ラッキー出んのここで、え、これはびっくりなんだけど、ちょ待って待って、ちょっと落ち着いて落ち着いて、落ち着けば捕まるから。これラッキー経験値やばそうだな。なんでこれ、ちょっとセンサーおかしいぞこれ、さっきから。あ、やっとできたわ。待って待って、ラッキー出てきたんだけど、嘘だろ。ガーディーをね、大量に今捕まえてたんですけど、結構時間経ったからなのか、ラッキー出てきましたよ。うえー、すげえ。ほら結構上がったもんね、レベルね。2階なんで行ったのか分かんないけど今ねってね。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、ラッキーだよね、これ。ほら、ラッキーだよ。嘘だろ。しかも、でかいぞ、このラッキー。いや、これ問題、でけーでけー。しかも、これでも捕まえられんのか、これ。ちょっと待ってくれ。7ってなんだ？落ち着くのか。やっぱこれだろう。ズリ。はい。よし、これって、連続では上げれないの。上げれんのか、これ。じゃあ、上げた方がいいってこと？いや、これ変わんないのか、倍率は。逃げられそうだな、これ。逃げられそう。大丈夫なのか、これは。ちょっと落ち着いて、真ん中に来て。真ん中に、真ん中に来て。落ち着こう、まずは。そこで止まんないよ、失敗した。そういうことか。やっべえ、これ、無理じゃね？逆だ、落ち着こう。俺が落ち着かなきゃダメだよな。あ、来た、真ん中に。まあまあまあ、ナイスだから。いや、これ逃げそうだな。待って、一発で捕まえなきゃダメだろ、きっと。あ、いけたか？よかったー！やったー！ラッキーゲット！やべー！いや、すげー経験値！嬉しい、これは。これは嬉しいぞ。
やべえ、こんなことあるんだな。すげえ。しかもレベルめっちゃ上がるじゃん、みんな。蝶の舞。これ強いんじゃないか、蝶の舞。虫の技で、悪くないな。そしたら、風起こし、いや、眠り、どっちもどっちだな。痺れ、いやー、難しい。眠りと痺れ、どっち優先すればいいんだろうな、これな。まあ、痺れ、消すか。やっぱ眠った方がいいよな。いやいや、蝶の舞使えると思うんで。マジか、これパーティー入れないとな。あ、そっか、じゃあ羽も引退でいいか。羽引退して、やべえ、ラッキーだ。すげえ。いや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 、これは驚きだよな。じゃあ羽を手持ちから外して、で、こいつ手持ちに入れて、今ね、伏田伏雄くんがあれしてるけど。で、これガーディ外して、ラッキーどこだ？いた。ラッキー入れようぜ、これ。いや、これは素晴らしいぞ、マジで。いいね。よっしゃ。目標達成だね。そして、左側にいるんで、このね、ゼニガメくんを、もらいましょう。ただね、今回育成はちょっとする気は、一応ないんで、72いいね。よしよし。はい。厄介なとか言ってやんなよ、お前。ゼニガメだってな、頑張って生きてんだから、厄介とか言うなよな。イエーイ、ゼニガメゲット。かわいい。いいね。したらちょっと本当に申し訳ないけど、ゼニガメくんはちょっと引退して、引退ってかまだちょっとね、使いませんよ。ラッキー使いたいんだよな。よーし、これは素晴らしいよな。びっくりしたよな、今。ねえ。てんてん、てれてーん！ちょっと早かったね、俺のがね。いやいや、タイミングつかみづらいんだよな。あ、間違えた、間違えた。あ、間違えてなかったわ。じゃあ行こうか。3番目のジムはマチスだっけか。あ、ちょっと待って。役者名がね。そこはカットしなさいよってね。じゃあ行きましょうか。ケサギリはオース、ウィラのチャンピオン。この先、いや、これはもうさっき聞いたし、前回聞いたし、そうだな。試してみろよ、オッケー。ここの前でケサギリを使えばいいのか？ちょっと待ってね。かわいい！やべえ、かわいい。あ、そうなの？じゃあ戦うか？やっぱり、ここでね。秘術！ケサギリ！え？は？え？ちょ、ま、意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。どういうこと、どういうこと？え？え？あ、あ、なんだ、なんだ、話しかければいいだけか。どうなる？すげー、かっちょいい、お見事、オッケー。さあ、あ、いいんだ、なに、これが条件だったんだ、オッケー。どうしよっか、マジ悩むな。電気だから、まあ、地面効くからな、やっぱり金蛇か。あ、これって、待って、今なんか明らかに赤いやつあったよね、ゴミ箱。簡単じゃん。いや、これはダメだって、このゆとり仕様は。ダメだって、これ。もうこんなん答えじゃねえか、これ。違うのか。初見でわかる答えじゃねえか、今の。ダメだって、マジで。ダメだって。まあいいや、わかんないよ。いくらポケモン上手いからって、ここは子供が来るとこじゃないぜ。そんなことないだろ、別に。資格を与えられたんだからな。別にそんなことないだろ。いやー、達彦。よし。あ、コイルね。まあ余裕ですよね。さあ、真顔で仁王立ちで穴を掘るリザードくんが大活躍しますからね、皆さん。ちょうどレベルもいいね、22だから悪くないわ。よし、出た。出ましたけど当たりませんよ、そんなもん。当たるわけねえんだよな。よいしょー、ワンパン強っ。あ、でもこれ、鋼だから火の粉でもいいのかもしんないけど、火の粉、いやでも火力ないもんな、火の粉な。よし。はぁ、驚いた。いや、弱すぎ。じゃあ今度あんた。あれ？俺は体力ないけど、電気の扱いを買われて、ここに来たのだ。体力ないのはダメだろ。体力はなきゃ。まあ俺が言える立場ではないけどな。え？電気グループって言うんだ、こいつ。何その逆三角形のヒゲは。なんか私の体になんかついてますよみたいな。さあ、これ電気だけどどうだろうな。電気地面弱いんだっけ実際。
待って、電気って地面弱いんだっけ、なんかうろ覚えだけどさ、弱いんだっけ。特殊だから問題ないね。待って待って、大爆発とかしないでね、大爆発とか。自爆悲しすぎだろそれ、何それ、何それ、悲しすぎるだろ、勝手に死ぬなよ。戦闘したかったわ俺。まだ使ってくんのか、じゃあいいわ。すごいよな、モンボからモンボが出てくるっていうね、素晴らしいよな。これもう一回やっとこう、一応ね。あ、やべ、そっか、早いんだっけか確かね。よし、自爆しろ自爆しろ自爆しろ、いいよ自爆して。あー、しなかった、残念。あ、やっぱ自爆、あー、電気そうだよね、効果抜群だよね。いやさ、あのさ、なんだろう、最近そのまあ合ってるじゃないですか、タイプ相性とか合ってるけど、なんか合ってるからなんかうまくいきすぎてて逆に合ってるのかなって思っちゃうんだよね、わかる。うん、こんなに俺知識あったっけかって思って余計に、いや多分違うなって思っちゃってね、疑ってしまう傾向がありますね。あ、伏した伏しをレベル16になったと、やった、いいね、ふぅ、しびれた。これ進化じゃね、多分。ほら来た、伏した伏しを進化。いや本当はね、進化ね止めときたいけどね、止めときたいけども、でもね、うん、いや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 、進化しますよ。かわいい、プリティー、伏した伏しを、かわいすぎる。いや素晴らしいわ。よーし、まあでも可愛いな、ここまでなんだよな。強さはどうなんだろうね。うん、さあ、じゃあ最後このおっさんだな。軍隊にいた頃は魔術少佐にビシビシ鍛えられたぜ。今はなんでそんな紳士服なんですか。よくわかりませんね。軍隊にいたんだったらなんか軍隊にいた格好しとけよ。オルソン、これ多分コイル、あ、ピカチュウか。俺のピカチュウってか、まあ俺のシリハートの方が可愛いな。まあでもこいつね、ピカチュウがね、スピード以外はね弱いので、穴を掘るで、いけるでしょう。うん、なんだ今、なんだ今、なんか何の間だ今。あ、弱、本当に弱い、悲しい、弱すぎる。これがピカチュウか、弱いな。さて、なかなかの腕前だろ。で、とりあえず本当にこれでいいのか、これで本当にこれだろ。だってゴミ箱しかねえじゃんこれ、ゴミしかねえじゃんこの銀のやつ。なんかな、もうちょっと当てて、赤い、え、あ、違うの、え、あ、違う、あ、ボタンじゃないのこれ、え、ボタンだよね、ん、え、どういうこと、ボタン式じゃないの、え、あ、消えた、あれ、ん、あ、あ、なんだ、ボタン式だったのか、よかったのか。うわー、これ厄介じゃね、ちょっと待ってくれ、これは厄介だぞ。これでなんか赤とか青を押すとこうロックが外れたままになるとかじゃないのか、そういうわけじゃないのか、違うのか、なんだこれ、むずくねこれ意外と、あ、難しいね、あー消えちゃうのか、覚えなきゃいけないのねこれ。なんかでもこれ法則ありそうだな、この辺とかない、部屋が開かないのか、青いゴミ箱の隣のゴミ箱言っちゃっていいのかよそれ、どっちだよ隣って、どっち、こっち、違うか、ここ、あ、あった、これで第二が開く、違うな、第一か、あれもう一個でもあるよね、この上になかったっけ、ほらあった、これ言っちゃってんじゃねえかこれ。よーし、これでいけるね、やったぜ。よし、その前にちょっと回復しようか、じゃあ回復、よしよしよし。まあピカライチュウだと思うんですよね多分、うん、わかんないけど。 Welcome to クチバジム、 Hey baby you are challenger、 はは、そんな半端なパワーでみんな勝負挑むとはいい度胸ね、ポケモンバトルそんなに甘くない、みんなビリビリ締めさせてあげます。なんやねんこいつマジで、どうせなんかライチュウ1体とかじゃない、あ、3体か、どうなんだろうか、ビリ玉ね。まあこれは普通に穴を掘っていきましょうか。
ね、よしよし、じゃあ行くよ。穴を掘る。あ、まあまあまあ特殊だから問題ないね。特殊持ってないんで、うち。あ、持ってないってか特殊の技使わないんで、うん、さあどうする。でこの何なの沼は、この一瞬の間は何なのマジで。ねえ、なんか反応に困るんだけど、この一瞬の間は何なの。いや、いいことなんだけど、いいんだけどさ。あ、待って、あ、でもそんなでもないか、問題ないわ。よしよし。いや、この間は何なんだよマジで。なんか笑うわ、毎回笑うわ。なんかこれ結構経験値うまそうだぞ。200ぐらいもらえないか。あー、まあもらえないけど、まあまあだね。コイル、いや、このまま行こう、このまま行こう。コイル程度ならこのままいけるわ。よし、で、まあ穴を掘る作戦ですよ。ワンパンしないかもね。でもレベル差あるしね。ただまあもう負ける要素はな、10万ボルト率高えなこれ。さあ、ああちょっと倒せなかった、マジか。まあ大丈夫。あ、でもコイル結構特攻高いからな。ほらほら、高いんだよ特攻が、地味にこの人。だからこれはシリハートか、うん、ラッキーじゃ無理だもんな。ね、シリハートだな。よし、でこのゲームって夏希進化ってあんの。夏希ってこのゲーム存在してんの、それが俺は知りたいんだけど。まあやっぱりね、最後は雷中だと思うんですけど、やっぱりね、雷中といえばピカチュウでしょう。おー、ラッキーね、レベル上がるね。雷中来ましたよ。やっぱりここはね、これでしょう。あれ、こんな鳴き声だったっけ、ベーガーみたいな鳴き声じゃなかったっけ。なんか変わってね、変えんなよ。雷中まで可愛くしちゃダメだよねえ。昔の鳴き声ひどかったもんな、雷中。さあこれはバチバチやってみるか。いやでもな、どうだろう、やっぱりでもバチバチか。いやー、そんなに与えないとは思うが、あ、いやいやいや、うーん、そうでもなかったな。うーん、いやいや負けないぞ俺は。俺のシリハートはサトシとは違うからな。いやー、これでも二度蹴り、あ、電磁波だな、電磁波を一回やるべきじゃないか。あ、そっか、電気だもんな。そっか、電気で電気効かないんだっけ、そんな設定だったっけ。やべえ、そこだけはちょっと覚えてなかったな今回。ただ俺の方が速いんだな、スピードは。まあうちのって確か最高個体だからな。多分これ回復されると思うんだよね。待って、お前も二度蹴り持ってたのか、それは誤算だぞ。これは回復されるよなってことを考えたら、俺も回復した方がいいなこれはな、多分。ってことなんで、いい傷移り1個あるんで使っていきましょう。60回復だからちょうどいいね。おそらくね、回復してくると思うんだよね、こいつ。よしよし。してこない。あ、してこない。なぜ？ポケモンのこと考えてやれよ。おい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 。ポケモンのこと考えてやれよ。そこは、回復だろう。ちょっと残念だよ、調査さんよ。なんで回復してやんねえんだよ、お前。回復してやれはまだ分かんなかっただろう。うわ、400もらえるし、めっちゃもらえるやんけ。いやー、26になった。イエーイ。他のは？あ、レベル上がんないわ。オーノー！ユウの強さ、トゥルースね。つまり、本物ね。イエーイ。弱かったぜ。いやいや、効果抜群の音楽、音やめろよ。オーケー、オレンジバッジあるよ。いやー、ついに3つ目ですね。イエーイ。マチスからオレンジバッジをもらった。アンド、スペシャルな強さの言うね。これはミーの気持ちね。え、マチスのサイン、いらないかな。うん。はは、ドントウォーリー。もちろんこれもやるよ。これ10万ボルトかな。あ、やっぱり。10万ボルトね。強いね。電撃波じゃないんだね、そこはね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回もよかったら皆さんご覧ください。ではありがとうございました。さよなら。